都は財政を管理するために国や他の自治体にはない複式簿記、発生主義という企業並みの会計制度を5年前から導入しています。最近改めてこの新公会計制度が注目される機会がありました。先月26日、大阪市長選挙に出馬した橋下徹氏を石原知事が応援演説しました。その中で、日本は依然として短縮簿記ですから、代表的な経済人が絶句してましたよ。それをね、私は変えた。それ聞いたら橋本さんが私からだいぶ遅れて不知事になったんだけど、あっという間にですね、それやりますと言ってですね、大阪やりだしたら、石原知事は新しい会計制度を都に導入して財政を健全化したということを自らの第一の実績に挙げます。東京都会計管理局、新会計制度の実践部です。現行の官庁会計では、建物を建てれば支出だけ、地方債を発行すれば収入のみが記録されます。しかし、新制度では建物の資産の増加、地方債の負債の増加も記録され、正確な資産情報を把握できることになります。入力の迅速さも都の自慢です。従来の官庁会計の入力に加え、わずか数十秒で財務諸表の元となるデータが入力できるそうです。実際に教えてもらいます。よろしくお願いします。まずは官庁会計にも必要な金額などを入力していきます。これから入力する項目、こちらの歳出仕分区分コード、管理事業コード、資産区分コードが複式簿記上必要な入力項目になります。ああ、3つでいいんですか？はい、3つでできます、はい、これにより一般企業では当たり前の貸借対照表や行政コスト計算書なども作成できます。今まで見えていませんでした情報が新公会計制度により一覧できるようになりました。こうした情報をですね、活用しながら都の行財政運営の効率化に資するとともに、都民への説明責任、こういったものを果たしていける。都では新公会計制度の普及のために国への申し入れや全国知事会での呼びかけなどを続けていきます。